鬼武者にで登場した信長の妹を言うことを一。自分が嫁いだ浅井を滅ぼそうとする信長を、止めようと奮闘していたが、藤吉郎に邪魔されるわ。助けられた十兵衛に恋しちゃうわ。長政の連れ子三人の母になるわと、悩みを抱えていた。じゃあ、血のつながらない親子は？それでも子供は本当のお母さんと思うのかしら。2年前、私が結婚した時、夫には亡くなった奥さんとの間に3人も女の子がいて、そしたら私、なんだか騙された気分になってしまって、夫のことがいっぺんに嫌いになってしまった。十兵衛と出会ったことで全てがどうでもよくなっていたお湯だったが、お前は小谷の城へ戻れ。そう言われたことで娘たちのいる小谷城へ戻ったお湯だったが、結局その後織田軍の襲撃に遭い、小谷城は大惨事となっていた。せめて子供たちだけでもと思ったけど、これだけ囲まれてはどうしようもないわ。そんな小谷の危機に小太郎が現れ、お湯は小太郎に救われた。子供たちは任せな、お湯さんも一緒に。お湯はその後信長を倒しに向かおうとすると、どう行くんだお湯。お湯、久しぶり。どうして何言って。十兵衛。子供たちは小太郎が無事助け出した、安心しろ。お湯、一緒に来てくれるか。兄と戦うのは辛いと思うが、もう一度力を貸してくれ。こうして十兵衛と再会し、信長を倒そうと十兵衛に協力していた。信長を倒しましょう。新鬼武者では小太郎に救われた。お湯の娘たちが登場するんだ。最初に登場したのは浅井三姉妹の次女、主人公の宗吉と幼馴染であるお初だった。綺麗になった、物騒にもなったかな。お初は秀吉側の人間として登場し、秀吉の桜を焼き払おうとする宗吉を止めようとしていたが、宗吉に対しては恋心も抱いていた。私、今でもあなたのこと。秀吉は俺が切る。宗吉は何だ。ならば私はあなたを討たなければならないわ、結城秀康。そう言ってあのお湯の娘がまさかのボスとなって戦ったんだ。序盤ということもあり、ボスとしては強くもなく、あっさりと宗吉に敗れてしまう。お初、俺と来い、俺と一緒に。よう、そこまでにしてくれや。お初は青鬼に説得されたんだけど、宗則たちに幻魔中を宿されていたため逆らえず言いなりとなってしまっていたんだ。まあ、もっともこの女は俺とは別れられん体だがね。その後再び青鬼に会ったお初は、桜が幻魔樹であることを聞かされる。幻魔樹とは、幻魔虫を大量に生産するための幻魔器。そしてその幻魔虫は人に取り付く。幻魔虫。幻魔虫に取り付かれた人間は恐るべき兵士となる。恐怖せず、飯も食わず、絶対服従の殺戮だけを目的とした幻魔兵にな。そして幻魔虫に疲れた幻魔兵は心を失い、醜い化け物になっちまう。醜い化け物。それを聞いたお初は、自分が化け物になることを恐れていた。私、あなたを信じます。昔も今も、そしてこれからも。青鬼と共に行動することを決めたお初だったが、幻魔中のせいで宗則には逆らえず、その男の前で晒すか。え？え？
脅されると宗則の言うことを聞くしかなかった。その後秀吉の元へ向かった青鬼の前には、お初の姉で長女の茶々が姿を現した。まこと無粋な。そして秀吉を裏切り宗家側についたお初は、幻魔中の影響で化け物になる寸前となっていた。一刻の猶予もなかったお初だけど、試練を乗り越え鬼武者として覚醒した宗家は、真の力でお初の浄化に成功するんだ。これでもお前を縛るもんは何もない。お初、お前は自由だ。あなたと一緒に生きていくわ。そんなお初はボロボロになった服を着替えると、どうかな、ソキ。お肌！お初改めお肌たちは九州へ向かうと、そこにはチャチャの姿があった。お初や、お前血を分けた姉を下賤なこの者どもに殺させる気かや。その目の前でこの体切り刻まれる様が見たいのかや。みんなやめて、お姉様を殺さないで。お初、あいつは淀じゃねえ。おそらくは屍に取り付いたんじゃねえ。お願い、チャチャ姉様を殺さないで。天界たちの言った通り、チャチャは本人ではなく、そこから姿を現したのは高等三幻魔のオフィリアだった。おのれ、人間ごときに。許さない。その後の最終決戦でもお初はオフィリアの相手を担当したんだ。オフィリアは私が一人で食い止める。あなたは秀吉を撃つのよ。そう言って宗家を先に行かせたお初は、こんなかっこいい言葉を発していたんだ。オフィリア、あまり甘く見ないことね。今の私は強いわよ。一方本物のチャチャはというと、幻魔母樹に囚われており、宗家の前にボスとして登場した。そして宗家が幻魔母樹を倒したことで、チャチャは救い出され、お初と無事再会できたんだ。チャチャ姉様、しっかりして。チャチャ姉様。お初、チャチャ姉様。その後宗家がいなくなってしまったことで、お初は京極家へと継ぐことを決めた。大阪城にあってたった一人で息子を守るチャチャ姉さんを見て、お初姉なりの新しい生き方を見つけたんだろう。あの人の心の中にはきっと今も。